ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら、みんなで日本に敬礼だ。国民の命を救う日本の支援にナイジェリアから感動の声が。皆さんはナイジェリアという国をご存知ですか？国名は聞いたことがあっても、どういう国なのか具体的にイメージしにくいかもしれませんね。ナイジェリアは着実な経済発展を遂げているものの、およそ19万人に1台の救急車しかなく、緊急の際に適切な処置が受けられません。そこでナイジェリア国民を救うための日本の支援が世界中で話題になっています。一体日本はどんな支援をしたのでしょうか？それでは早速行ってみましょう。皆さんはナイジェリアという国名を聞いて何を思い浮かべますか？内戦や難民、飢餓、スラムといった昔のイメージが強いかもしれませんね。確かに農村を中心に貧しい人が多いのは事実です。しかしナイジェリアは豊かな天然資源を背景に、将来的に世界でトップ20の経済大国を目指しています。都市化は確実に進み、着実な経済発展を遂げ、各家庭にも先進国と同じ製品が入り始めているのです。このようにナイジェリアへ支援を続けてきた日本は、さらにナイジェリア国民を救うために救急車を寄贈。このことは世界中で話題になっています。まずは簡単にナイジェリアについてご紹介しましょう。ナイジェリアは西アフリカに位置する国です。人口は2022年現在で2億1140万人と世界第7位であり、アフリカ州最大の規模でもあります。ナイジェリアは人口と経済規模からアフリカの巨人と称されることが多いです。2022年時点でナイジェリアの経済規模は世界第30位であり、国内総生産は4407億ドルをそれぞれ上回ります。ちなみに観光地で人気のシンガポールの国内総生産は37位の4244億ドル、香港は42位の3694億ドルです。それよりもナイジェリアの方が順位が上なのは意外かもしれませんね。さらに注目すべきは、ナイジェリアの公用語は英語だということです。これはイギリスによる植民地時代の影響によりますが、公用語が英語であることは、今後ナイジェリアが経済成長を続けていくために大きな武器になると考えられます。日本人であれば、言葉の壁によってビジネスがうまくいかないという場面は簡単に想像できるはずでしょう。しかしナイジェリアには言葉の壁がないのです。これから成長が期待されるアフリカでビジネスをしたい海外企業は多いかもしれません。その際、公用語が英語で経済規模が大きいナイジェリアは第一候補になるはずです。結果としてナイジェリアは2014年に南アフリカを抜き、アフリカ最大の経済大国となりました。経済が発展してきており、今ではアフリカの4分の1の経済を支えているのです。国連の推計によりますと、ナイジェリアは2090年には7億人を突破すると予測されています。そして2050年にはインド、中国に次いで世界3位の人口大国になると予想されているのです。このように人口も増え続け、アフリカ経済の4分の1を占めているナイジェリアですが、アフリカの交通事故死の発生件数でも4分の1を占めており、救急車の配備が急務となっています。経済が発展するとともに自動車交通も発展してきましたが、交通安全対策が追いつかずに頻繁に事故が起こってしまうのです。毎年のナイジェリアの交通事故死者数は、国内で深刻に流行する HIV と結核の死者数よりも多いとされています。交通事故の場合、日本では誰もが迷わず119をコールしますよね。電話をかけさえすれば適切な処置を受けることができるという、救急医療体制への絶対的な信頼があると言えるでしょう。しかしナイジェリアではその概念は通用しません。ナイジェリアではおよそ19万人に1台の救急車しかなく、専門の訓練を受けた救急隊員はほとんどおらず、救急の際に連絡できる通信インフラも脆弱なのです。また患者の生活圏で利用可能な病院も限られています。緊急を要する場合であっても、
緊急医療を提供できる病院はほとんどありません。都心部から離れれば離れるほど病院の数は少なくなり、病院をはじめとする医療機関が全く存在していない地域もあります。これらの理由から毎年20万人以上が交通事故や出産時の合併症、心血管疾患などで命を落としているそうです。人口、経済規模ともにアフリカ最大のナイジェリアですが、不十分な医療インフラや厳しい生活環境が深刻な問題となっています。医療問題の根本は患者が医療へアクセスするまでのハードルが非常に高いことだと言えるでしょう。そのハードルの高さによって、さらに患者が医療から遠ざかるという悪循環を招いています。他にも医療における最も重要な問題として、医師・医療従事者不足であることが挙げられます。人口数に対して圧倒的に医師・医療従事者の数が足りていないのです。結果としてナイジェリアの平均寿命は 62.6 歳とアフリカの中でも短く、世界183カ国中なんと167位。2億人ほどの人口に対し、医師数は全国に7万4000人程度で、日本の4分の1に満たないのです。そこで日本はナイジェリアのヘルスケアシステムの強化に協力することにしました。ナイジェリアに対して日本は合計4億円を拠出。さらに2017年6月、日本はナイジェリアに31台の救急車を寄贈しました。2018年には12台が追加で提供され、合計43台の救急車をナイジェリア各地の病院に供与したのです。この結果、ナイジェリアのすべての州及び連邦首都に少なくとも1台は日本製の救急車があることとなりました。救急車は除細動器などの高度医療機器を積載できるようになっています。そのため必然的に1台およそ2000から4000万円と驚くほどの価格なのだそうです。救急車の装備や救急車に積載する医療機器などによって値段は高くなったり安くなったりするものの、このような高価な救急車を43台も寄贈した日本の懐の深さに驚きますね。希望の象徴として人々の生活に深く根付いた日本の支援として、ナイジェリアの人々から深く感謝されているそうです。また設備や施設を整えるだけではなく、現地の医療従事者を育成することも重要です。ナイジェリアの多くの人が医療サービスを受診することができるようにするためには、医師・医療従事者の数を増やして育成することです。現在のナイジェリアでは医師・医療従事者の数は共に足りていません。医師や医療従事者を育成するにはノウハウも資金も足りていないのが現状です。そこで日本は医療技術者育成プロジェクトを実施し、その結果医療技術者育成のための基礎的な制度・基盤が確立されてきました。そして医療技術者への教育の提供や質の向上のために、看護などに関する保健省人材育成部の能力強化を支援。医療技術者育成システムにおいて重要な役割を果たす教員の質を担保し、質の高い医療技術者の育成に寄与したのです。また日本企業の中には、医療機関などへ製品だけではなくサービスやサポートを継続的に提供するとともに、医療従事者に対するトレーニングや学術情報を提供する企業もあります。このような様々な支援により、日本は1万2000キロ離れた遠いアフリカの国ナイジェリアで、遠隔地に住む人々にも手を差し伸べる国として親しまれているそうです。この日本からの支援は世界中でも大きな話題になっており、様々な反応が寄せられていましたのでご紹介します。よく支援を決めてくれた、日本に称賛の言葉を送りたい。これはナイジェリアにとって本当に素晴らしいニュースだ。日本に敬礼。こういう実用的な支援ってありがたいよな。メンテナンスはどうするのかが気がかりではあるな。しかし俺たちはいつまで外国の支援に頼らなきゃいけないんだ。日本は小さな島国で、国土はナイジェリアの3分の1しかない。しかも資源が全くない上、農耕地だって限られているし、台風や津波とかの災害だってかなり多い。だけど勤勉で秩序正しく教養がある国民のおかげで、日本は世界第3位の経済大国の地位に君臨しているんだ。
日本は山と海洋資源しかない国だ。それでも彼らは今の日本を作り上げた。資源が豊富なナイジェリアはどうだ？外国から支援してもらってばかりだ。ありがたいよな。日本は支援する国の実情をちゃんと理解してる。支援物資が救急車で本当に良かったよ。日本に敬意を表します。日本はどういう支援が有効なのかを理解した上で動いてくれる。救急車が今ナイジェリアに必要なものかといったらそうじゃない。必要なのは国を発展させるための知識なんだ。魚をくれるんじゃなくて魚を捕まえる方法を教えてほしい。そうじゃなきゃ俺たちはいつまでも施しを求め続けるだけだ。これからこの救急車が国民のためだけに正しく活用されていくことを心から願ってる。私たちの地元に必要な支援が届いたのは初めてのことかも。この支援に関わった全ての人に感謝します。これをきっかけにもっと変わっていくといいな。国が発展していくためには基礎の部分が大事になってくるからね。救急車が配備されるようになるのは本当にありがたいよ。日本からの支援に称賛の声が多く聞かれましたね。ナイジェリア国内の交通事故が増えているため、日本から送られた救急車が同国の人命救助に役立つと期待されるでしょう。日本にとってナイジェリアは重要な経済的パートナーといえます。1960年10月、日本はナイジェリア独立と同時に同国を新たな一つの国家として承認しました。同年12月、日本は在ナイジェリア大使館を開設。ナイジェリアは1964年7月に東京に大使館を開設しています。日本はナイジェリアに対してインフラ整備や電力供給施設の建設など大規模な開発協力により、マクロ経済の発展に貢献してきました。同時に経済発展の恩恵を受けることが困難な地方の人々への支援に取り組むことで国内全土の発展に寄与しています。例えば日本はナイジェリアの農村に住む貧しい人々のために橋の建設を支援しました。ナイジェリアの首都アブジャの郊外にタシャグワグワという村があります。グワグワ地区の住民は主に農業で生計を立てていますが、農地と住宅地の間には川が流れ、住民が農地へ行くためには川を歩いて渡るしかありません。ある年の雨季には川の水量が増加したため5人が溺れて亡くなる事件が起きました。混濁した川を渡ることで体調を崩す農民も多々おり、不安を抱きながらも住民は川を歩いて渡るしかありません。また村に住む人々にとって農村から村のマーケットのある中心地へ移動することも大きな負担となっていました。マーケットへのアクセスが困難なことから農作物を販売する機会が限られており、農地の4分の1しか耕作されておらず、農業で生計を立てる人々にとって橋の建設は悲願だったのです。マーケットアクセスの改善は農業で生計を立てる人々の収入向上に貢献する最も効果的な方法の一つと言えるでしょう。そこでグワグワ地区に住む人々のために日本は橋の建設を支援したのです。橋が完成したことにより村の人たちの生活は一変。あるシングルマザーの女性は幼い子供を2人抱えて農業を営んでいましたが、橋が完成したことにより農地で採れた作物を近くのマーケットまで容易に運べるようになり、収入が上がったと喜びました。経済的に安定したことで子供たちも安心して学校に通えるようになったそうです。この橋の建設は住民の悲願だったにもかかわらず、ナイジェリア政府や他の援助機関から支援されることはありませんでした。唯一住民の要望に応えたのが日本だったのです。現在では1日に500人以上の人々が橋を利用し、村の経済活動の要となっています。日本による支援はナイジェリアにとってかけがえのないものであると言えるでしょう。日本が寄贈した救急車によってより多くのナイジェリア人が緊急ヘルスケアサービスにアクセスできるようになるとともに、ナイジェリアにおける医療サービスが今後さらに充実することを願うばかりですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。